我が輩はアーノルド。人目を避け闇夜に生きる吸血鬼である。モンスターカンパニーという人ならざる者が集まる組織に所属しておる。そして組織よりこのヘルメットの防衛を始末せよとの依頼があったのである。我が輩が手を下すまでもない相手だとは思うが、組織の命令は絶対必ず仕留めてみせるのである。吸血鬼 VS 天才キッズ。ナナ、新しく発売されたモンスターバトラーってゲーム知ってっか？ああ、いろんなモンスターを退治するゲームだったっけ？最近話題になってるよね。そうそう、めっちゃ人気で今全然手に入らないみたいなんだけど、超面白いんだってさ。やってみてよな。トコちゃんもやりたい。あれ、賽銭箱に何か入ってるよ。もしかして助けを求める依頼書か？どれどれ。肝試し大会のお知らせ。なになに？隣町の山で最強の肝試し大会を開催。最後まで回りきる勇敢な者にはプレゼントを用意している。だって最強の肝試しなんてヤバすぎるぜ。こんなの絶対いくに。あれ、このプレゼントってヒロが欲しかったゲームじゃない？え、ほんとじゃねえか。でも肝試しクリアしねえといけねえのか。よし、ちょっと怖いけど行くぜ。肝試し、わーい。単純だな。そじゃあ一旦解散して夜になったら集合な。その日の夜。夜の山って行く。やっぱり帰らねえか。おビビリヒロタン。もうヒロが行くって言い出したんでしょ。ここまで来たなら最後まで頑張ろう。そうだな。よし、ゲームのためにも頑張るぞ。それよりヒロ、ちょっとニンニク臭くない？もしかして夕飯がニンニクたっぷり餃子だったからかな。なるほど。とにかくさっさと肝試し終わらせてゲームゲットしようぜ。待ってよヒロ。ターゲットがまんまとやってきよった。あのチラシが我が輩の仕掛けた罠とも知らずに。さあ、このまま隙を見て片付けるとしよう。おかしいな。どうしたの、オータン。チラシで見た会場はこの辺りで合っているはずなのに、これだけ進んでも誰もいないなんて。ねえヒロ、引き返した方がいいんじゃない？おお、ゲーム、ゲーム。もう聞いてないし。待ってよヒロ。好きだらけであるな。これで終わりである。うん、いい感じの石見つけた。かった。急に動きよって狙いがずれたか。それにしてもなんと硬い白衣でや。たな、我が輩の歯が。うん、どうしたのトコタン。後ろに何かいたかも。そうなの？何も見当たらないけど。それってもしかして幽霊？そんな、まさか。あれ、トコタン、服がちょっと破れてるね。あと何か刺さってるみたい。あ、ほんとだ。これは歯のかけら？マジかよ。大丈夫なのかトコタン。うん、白衣頑丈だから平気。そっか、危ねえからトコタンが懐中電灯を持ってな。ありがとうヒロタン。動物に襲われたのかな。あ、でもそんな気配はしなかったし、何か嫌な予感がする。二人とも気をつけて進もう。おれ、我が輩自慢の歯を折り寄って。だが我が輩にはまだこの鋭い爪がある。次こそはあの坊やの首を。あとどれだけ進めばいいんだ。なんだ今の音は。いろんなところから聞こえる。どこたん、こわわ。もしかして幽霊の仕業じゃ。まさかそんな。うわー、幽霊。そんな。こわわ。どうだ我が輩の人玉トラップは。恐怖で動けない。その隙に仕留めさせてもらう。おお、二人は俺が守るぞ。落ち着いてよヒロ。なんであるかこの奇妙な棒は。おお、今なんか声が。どこだ。えい、おお、落ち着いて。しまった、厄介なことになったである。あなたは珍しい格好をしてますね。ああ、我が輩は肝試しのスタッフである。その坊やの棒が当たりそうで驚いて声を出しちゃったであるな。なんだスタッフの人か。安心したぜ。伸び棒が当たらなくてよかった。本当であるよ。次からは気をつけるである。あれ、歯が欠けてる。あの歯の欠けた形、さっきのトコタンの白衣についていた歯とぴったり合うような。まさかあなたの歯？
マジかよ、お前もしかしてトコタンを狙って。なかなか鋭い坊やたちであるな。そう、我が輩はそこのヘルメットの坊やを始末するためにやってきた吸血鬼である。吸血鬼？何それ？人の血を吸って生きる怪物のことだよ。マジかよ、まさか今度は吸血鬼が相手なんて。この山におびき寄せるまでは良かったのであるが、こうも手こずることになるとはな。ってことはこの肝試し大会は罠ってことか？じゃあプレゼントのゲームは？あるわけなかろう。さあ姿を見られたからには3人とも消えてもらう。そりゃ、邪魔な坊やである。まずは貴様からケストしよう。させるかよ。避けた。こんな暗闇の中でなんて動きだ。闇夜は吸血鬼の独壇場、人間の坊やには厳しかろう。くそ、暗くて動きがよく見えねえ。攻撃を受けるので精一杯だ。このままじゃやられる。ヒロ、一旦引こう。分かった。なんとか隠れられたぜ。どうすっかな、この暗さじゃ伸び棒も当てらんねえし。でもあいつは全部見えてるみたいに動きやがる。吸血鬼強すぎんだろ。なんか弱点とかねえのか？吸血鬼の弱点といえば十字架やニンニク、それに太陽の光って言われてるね。どれもすぐに用意できるものじゃなさそうだな。ねえねえ、アオタン、いい感じの枝見つけた。それどころじゃないよ、トコタン。あ、いいこと思いついた。ちょっとそれ貸してくれる？うよ。見つけたぞ。いえ、見つかっちまった。今度こそとどめだ。一か八か。えい、あ、それは我が輩の弱点である十字架。聞いてるみたい。くそー、ナイスだ葵、今のうちに。少し聞いたが、こんなちっぽけな木の枝の十字架ごときでは我が輩は止められません。やべえ、逃げるぞ。くそ、もうちょっとだったのに。でも十字架が効果あるって分かってよかった。ああ、もっとでっけえ十字架があったらよかったのかな。逃げながらじゃそんなもの用意できないよ。いつまで逃げているつもりであるか。まずい、このままだと追いつかれるのも時間の問題だ。どうしよう。それにしてもヒロのニンニク臭すごい。悪いって、今そんなこと気にしてる場合じゃねえだろ。さあもう追いつくぞ。別れの言葉を考えるとよい。やべえ、葵、何か作戦は？どうしよう。大きい十字架、ニンニク、そうだ、トコタン。うよ。さあ鬼ごっこは終わりである。なんだ、袋なんて投げてきてこんなもの。まったくつまらん悪あがきよ。くぅ、これはニンニクの匂い。シャキシャバムタイプ2、ヒロタンのお口のニンニクの匂いを10倍にして閉じ込めたバムだよ。とっても臭い。うわ、臭すぎる。この我が輩としたことがあんな低俗な罠に引っかかるとは。おや、そんなところに突っ立って、ようやく逃げるのを諦めたようであるな。では今度こそおしまいである。それ、またであるか。それは聞かないと言ったであろう。どこだ。何をするかと思えばライトの光で抵抗。太陽の光は天敵だが、ただの光ごときでどうするつもりであるか。こうするんだよ。なっ、こやつらは攻撃のためのおとりであったのか。だが貴様の攻撃など簡単に避けられて。なにゃ、巨大な十字架。トコタンの改造した懐中電灯の強力な光を使って上空に十字架を大きく映し出したんだ。体が動かない。今だよヒロ。よっしゃ、行くぜ、伸び棒大車輪。我が輩がこんな人間の子供にやられるなんて。やった、勝った。こうして吸血鬼を撃退した僕たちは無事平和な日常に戻ることができたのであった。今回の動画はみんなからのコメントを参考に作ったよ。応募してくれたみんな、ありがとうございました。またやってほしい動画とかあったらコメントよろしくな。なー